丸山方面、すなわち、東寄りの方向から見た三重島。地図江島とは、紀伊半島の南東岸、熊野灘に突き出た宇を半島の先端のすぐ近くの太平洋上に位置する島である。付近の一帯は、伊勢島国立公園に指定されている。三重島は、北緯34度14分45秒、東経136度33分3秒付近に位置しており、 この場所は、三重県南部の渡来郡南伊勢町に属しており、住所表記は、渡来郡南伊勢町道行へっついじ三重島である。三重島は、熊野灘に存在する数ある島々の一つであり、この付近は、地殻変動の結果として沈行して形成された、リアス式海岸が見られる。三、江島の海岸線も、近隣地域の海岸線と同様に入り組んでおり、潮吹き穴も存在する。 また、リアス式海岸の海岸付近では、しばしば見られる、小さな岩礁などが、三、江島の周囲にも、複数個存在する。なお、島内は平坦ではない。実質的には、中世代の的野草に属し、血岩、砂岩系の層を成している。なお、的野草は、島半島南部から、大和瀬港がある、大和瀬湾付近までの熊野灘沿岸に分布している、地層である。 三重島は、三重県の旧南東町に属する島の一つであり、1997年時点で、無人島であった。付近の海岸線は、いわゆるリアス式海岸で入り組んでおり、南東町だけでも海岸線の総延長は 121km を超えていた。そのような南東町の長い海岸部の中でも、宇を半島付近は、南東町内及び伊勢島国立公園内における、 継承地とされていた。ウソウ半島は海の近くまで比較的標高の高い場所が迫っており、最も高い場所の標高は191メートルある。半島の山上はウソウ園地として整備が行われ、4つの展望台が設けられており、その中の1つは見、江島の方向を見るための展望台である。島の産地には団地生植物が繁茂する。 島内の洞窟に岩メが生息している。岩メは本州中部以北において、典型的には渡り鳥であって、夏鳥であるはずである。しかし、江島に住み着く岩メは、さらに越冬までする個体もいることが確認されている。1963年9月12日に、三重島岩メ生息地の名称で、三重県指定天然記念物となった。ただし、 20世紀末頃において、島に生息する岩ツバメの数は減少傾向にあり、指定当時は100羽を数える程度が越冬していた。島内には、三江島灯台が設置されている。ABCDEF、みんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財、情報データベース、三重島岩ツバメ生息地。三重県教育委員会事務局社会教育、文化財保護課。 2020年11月22日閲覧 AB、郷土資料時典2430件ふるさとの文化遺産 P204 人文社1997年10月1日発行後海の作用による地形20万分の1地質図幅伊勢ハット AB、郷土資料時典2430件ふるさとの文化遺産 P205 人文社1997年10月1日発行。郷土資料辞典2430件ふるさとの分解散。P204、P206 人文社1997年10月1日発行 AB。郷土資料辞典2430件ふるさとの分解散。P206 人文社1997年10月1日発行。大田深夜。 つばめの暮らし百科 P134 年初簿2005年3月10日、ISBN4 から90万2116から31から6味、江島灯台改良改修工事、使用書き P14。ありがとうございます。